おっと、どうしたどうした、そんなに急にしがみついてきて。なんか虫でもいたかうーん、何もいないけどな。ほら、大丈夫、大丈夫だから。いつまでも俺の服をぎゅっと握らないの。服、伸びちゃうから。ね。 本当にどうしたあちょっと顔隠さないでよよいしょっと膝に乗せてっとほら顔見せてもうわざわざ顔見るために膝に乗せたのに。 俺のお腹に顔グリグリってしないでほーらちょっとちょっとでいいから顔見せてえか、ー、顔見せるの嫌なのうーんそれはちょっと落ち込むぞなんでってそりゃあ 大好きな女の子に顔見られたくないって振られちゃうのは悲しいだろえどうしたの何かあった大丈夫大丈夫ほらギューってしてあげるからもう少し上においでギューッゆっくりでいいよ 泣いてもいいよ何があったか話おいお前もしかして熱あるのか体調悪いごめんだけどちょっとおでこ触るよ <laughs> よしよし大丈夫俺がついてるからその鳴き方息できなくなっちゃうよ もう泣かないでずっとそばにいるからよし落ち着いたかな熱測ろうか体温計取ってくるけどここで待ってられるああごめんじゃあ一緒に行こうかそうだなそのままベッドに行って横になって休もうか じゃあ抱っこするから捕まって捕まれる力入らないかそうだよねうーんどうしよっかあじゃあお姫様抱っこするごめんごめん叩かないでよ普通に抱っこするよえ大丈夫、落とさないって いや、そんな不安そうな顔しないでよ。俺だって好きな人を抱っこできるぐらいの腕力はありますよーっと。よっと。じゃあ、体温計を取ってっと。寝室に行きますか。体温測ってから寝ような。一緒に抑えててあげるから大丈夫。ごめん、体温計取るぞ。 ああ、高いな。あーごめんね。体はつらいよね。横になろうか。よいしょっと。んどうしたどこにも行かないよ。ほら、トントンってしててあげるから。休みな。少しでも寝て。よくなるといいな。 おやすみ寝たかぐっすり寝てるなまったく辛いならすぐ言えよ泣くまで我慢すんなっての早く良くなるといいな